こんにちは、劇班の古谷です。今日はこちら。いやー、花が咲いてないから分かりづらいけど、時計草です。時計草のお話をしていきたいと思います。時計草なんですけど、これね、花がもうとにかく魅力的なんで、ぜひちょっとね、長めにこの花ね、時計草の花どうぞ、あ、見てください。どうぞ。こんな感じでね、もうなんか幻想的な花をしてるんですね。この時計草なんですけども、まあ花粉の部分があるじゃないですか。そこがなんかもう単針、長針、秒針みたいな感じで時計のような花をしてますよね。だから時計草って言われるようになったわけです。これね、ちょっとね、最後の売れ残りでもうつぼみが最後の1個になっちゃってるやつで、まだちょっとこれが咲いてこないんで、もうちょっとで咲くんですけど、咲いた、生のね動画を配信できなくて大変申し訳ないなっていうふうに思うんですが、まあ新芽もね伸びてきて、こっちにつぼみがちっちゃいのがついてるんですけど、まあこれからもうどん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 咲いてくれるんで、まあいいかなっていうことでね、特価品で買ってきました。はい、ということでこの時計草なんですけど、まあ、世界にね500種類ぐらいの時計草っていうのがありまして、時計草の仲間でね、有名なのはパッションフルーツ。これ時計草の仲間です。で、花がね全く同じ、時計草と同じ、さっき見てもらった、写真の花と同じものを咲かせながら実をつけるタイプがパッションフルーツです。で、パッションフルーツと時計草の違いなんですけども、この葉っぱね、葉っぱのね大きさが違います。時計草の葉っぱはこうやって小ぶりのなんかこうね手を広げたような感じの葉っぱなんですけども、パッションフルーツの葉っぱはもっとね大きくて厚みがあってね、こうボーンって出る感じなので、まあそこがちょっと違うかなっていう感じですけど、つる性の植物で寒さにもね、この原種の、クリアスカイって言ったかな、この品種は寒さにもすごい強いので庭植えできますし、壁面緑化にも使えます。で、寒冷地でなければ植えられますし、冬場も葉っぱが落ちなかったりするので、壁面緑化に使えるんですね。なので、まあ僕今壁面緑化って2回言いましたけど、結構大事なことなんで2回言いました。壁面緑化に使えます。ということは、真夏のグリーンカーテンとか、そういったものにも使えますので、花が咲くグリーンカーテンってなかなかおしゃれじゃないですか。で、そんなのにも使えていきますので、ぜひ楽しみ方を、これからお話ししていきたいなというふうに思います。で、まずね、今日のお話、株選び、置き場所、植え付け方、そして、土選び、水やり、肥料、そして誘引と剪定という7つのね、ちょっと多いですけども、頑張って喋っていきたいと思います。一つずつをね、ちょっとポイントをまとめていきながらやりたいなというふうに思うんですけども、まず株選びなんですけども、葉っぱがよく茂っているもので、なおかつ、つぼみがたくさんついているものを選んでいただいた方が楽しめます。すぐにね、買ってきて庭に植えるっていうわけではなく、どっちかというと鉢で楽しむっていう方が非常に多いと思いますので、鉢のまんまね、あっちこっちでこう時計草の花が咲いてくれるとすごく嬉しいですよね。ということで、つぼみが多いものを選んでいただければと思います。で、置き場所なんですけど、まあ、日当たり重視の、外がいいですね。部屋の中に置いておくと、つぼみが咲かずに終わって落ちることがあるので、どちらかというと日光が大好きなんですね。まあ南国のお花みたいなイメージもあるかもしれませんけど、寒さにも強いんですけども、まあ基本的には、東向きとか南向きの日当たりのいい場所が好きです。なので外に置いて、管理をしていただけると、次々に綺麗な花を咲かせてくれるので、そういった場所に置いていただけるといいと思います。ただ、真夏のね、一瞬だけ、8月1ヶ月とか9月頭ぐらいまでかな、かなり暑いじゃないですか。で、かなり暑いと暑すぎて弱っちゃって花咲かなくなったりとか、生育が鈍ったりするんですよ。その時だけ鉢植えの場合には北側の風通しのいい場所に移動させてあげるっていうのも一ついいですし、あとはね、鉢が、小さいまんま上がどんどん育っていって、やっぱ伸びるんですね、とにかくつるが。伸びるので、つるを伸びたらまた巻いていくんですけども、こっちにね、こう巻いていくんですけど、まあ、もりもりになってきます。もりもりになってくると、数量も多いから、水切れしやすくなっちゃうので、まあ、どっかのタイミングで植え替えっていうのをしてあげたらいいかなっていうふうに思いますのでね。そういったことも考えると、北側に置いて夏をやり過ごした秋に植え替えっていうのがベストかなっていうふうに思います。で、植え替えの仕方なんですけども、まあ、ちょっと、高齢なんでね、これ、あんどん外すの結構勇気いるんですけど、根っこチェック、いっちゃいましょうか。時計草の根っこってあんまり見ないですからね、根っこチェックしていきたいと思います。
ちょっとね頑張って抜いてみたいと思いますけども、まあこれ一株なんで土こぼれるけど、よいしょ、出ました出ました。まあアンドンが倒れちゃう、わー大変大変なことになってます。まあ植え替えの時にはね同じ思いをしますから、ここね根元が折れないようにしてください。根っこがねとにかく張るんですよ。まあすごい根っこでございますよねこれね。もうちょっと怖いんで戻しますけど、株元から折れちゃうとねこれ大変なことになりますんで、全部死にますからね。よいしょ、ちょっと後でゆっくり直したいと思いますけど、よいしょ、いけるかな、いけるかな、うん、ややこしいんで後でやります。はい、ああ汚しちゃった、こんな感じで、はい、根っこすごい張るんですよ。でここから夏を越えて秋までってなると相当根っこが張ってきます。なので、まあ、どっかのタイミングで植え替えをしてあげてください。これ5号の鉢で買ってきてるんですけど、植え替えはまあ6号の鉢に植え替えていただければいいかな。スポッと抜いてそのままこう入れていただいて、あんどんごとなんで2人1組でやってもらったぐらいがいいかもしれないですよ。一人でやるとね折っちゃったりするんでね。なんでまあご主人に手伝っていただいてやるか、お友達と一緒にやるか、まあ息子さんとかお嬢さん呼んできてやるかみたいな感じでねやっていただけるといいと思います。ここ持っててここ持っててみたいな、これ中に入れて中に入れてみたいな感じでね楽しく、植え替えをしていただければいいかなというふうに思います。で植え替えする時の土なんですけど、これね時計草は水はけ重視なんですよ。意外と根っこ張るくせに水はけ重視なんですよね。なので、まあ、そんなに難しいこと考えなくて OK です。市販の培養土で全然 OK なんですけど、市販の培養土だったら20リッターで1000円以上のもの。まあ、いい培養土ですね。土っていうのはもう値段に比例してますんで、いい培養土買ってきてください。もしくは、まあ、僕が愛用している膨らむ培養土。これも水はけ非常にいいので、そういったものを使っていただければなっていうふうに思います。で、買ってきた鉢のまま、まあ、こうやって管理するじゃないですか。で、1年ね、まあ、夏はもう北側に置くから大丈夫っていう方は、もう1年経ってからよく春に植え替えても OK です。まあ、秋に植え替えても OK ですし、よく春植え替えても OK ですし、まあ、これは、まあ、鉢の、ね、裏側を見ていただいて、ここから根っこがどれぐらい出てるかっていうので、判断をしていただければと思います。今抜いたぐらいの感じだと植え替えは必要ないので、買ってきてすぐ植え替えっていう感じのものではないので、無理に植え替えをしない方が管理は楽です。土が多すぎると水分多く持ちすぎちゃうので、なかなか乾かなくて大変なんていうことがありますから、そんな感じで植え替えは、慎重に行っていただければと思います。あとね、地植えもできます。地植えにしていただいて、トレリスに絡めてもいいですし、壁面に絡めていってもいいですし、グリーンカーテン作っていただいても全然 OK なので、そういった場合は家庭菜園用のプランターをね、1個買ってきてください。これぐらいの大きさですね。で、結構深いやつ。買ってきて水はけのいい土をバンバン入れて、それぐらい深いやつだと、まあね、膨らむ培養土だと2体ぐらい使うかもしれないですね。うん。40リッターとかってやっぱり水、土を使う場合があるんで、それぐらい土入れてしまうと、今度乾かなくなっちゃうんですよ、土が。なので、そういう場合は鉢底石を入れていただいて、水の抜けを良くするっていうことはしていただいた方がいいと思います。まあ、地植えもいけますので、地植えおすすめですね。うん、クレマチスと同様に楽しめますので、これはこれでまあ夏っぽくていいかなって僕はいうふうにいつも思っています。で、水やりなんですけども、鉢植えの場合には表土が乾いたらたっぷり与えるっていうのが基本の水やりの仕方です。で、これだとね、今表土がちょうど乾いてるので水やり時で、雰囲気で言うとね、ちょっと見てください。今ちょうどあんどんが取れたんでこの中が見やすいんですけど、こんな感じね、これぐらい、まあちょっとカラカラな感じじゃないですか。
上が。で、中はちょっと湿ってるっていうぐらいの時に水をやっておくと、ちょうどこの暑い時期っていうのは、いい感じに水を吸ってくれます。で、冬場の水やりなんですけども、これはちょっと控えめにしていただいて、生かさず殺さずな感じでタラ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 と。で、根っこがあまりにも、水分を持ってると、鉢植えの場合だとね、根っこごと凍っちゃったりするんですよ。で、凍っちゃうと寒さに耐えられても、凍ってしまうと物理的に水が吸えないじゃないですか。で、吸えないとそのまま干からびて死んでしまったりするので、そこだけね、ほんと気をつけていただければなっていうふうに思います。水枯れと同じ症状が出てしまうので、そこはほんと気をつけてくださいね。はい。で、肥料なんですけども、これは春秋に化成肥料。僕だったらまあこれですね、愛用中のプロが使う基本肥料、こちらを与えていきます。量なんですけども5号鉢なので、ティースプーン1杯パラッとあげるぐらいです。ただこの徒競走なんですけども、有機質の、肥料を好むんですね。なのでできれば骨粉とか鶏粉とか、そういったものを与えていくっていうのが一番ベストではあるんですが、真夏っていうか、まあ初夏と秋に有機質の肥料を与えてしまうと、これね、コバエが湧く、カビ生える、臭いっていうこの三重苦がやってくるんですよ。で、これ結構ね、相当園芸好きな方じゃないと嫌かなって思うんで、そういった場合に、使っていただきたいのが、あれ、どこ行った？こんなところにありましたね。これですね。土を捨てずに済むよ。こちらです。これ液体の堆肥で、堆肥って何かっていうと、アミノ酸とかミネラルとかね、そういったものを補ってくれる微量元素の塊なんですよ。で、肥料とは違うものです。微量元素ですね。肥料っていうのはどっちかっていうとリポビタン D 的なもの、栄養素ですね。で、堆肥っていうのはお野菜みたいな感じですね。お野菜ちゃんと食べてね、ほうれん草いっぱい食べてね、ミネラルがたくさん入ってるから鉄分入ってくるからみたいな感じですね。こっちはね、どっちかっていうとリポビタン D 的な使い方をするものなので、このリポビタン D をパラパラっと入れていただいてから、お野菜をジャーッと巻くみたいなノリですね。で、これをまあ100倍に薄めていただいて、水やりのたんびにまあ、そうですね、1ヶ月に1回か2回ぐらいで全然 OK です。100倍に薄めていただいて、ジャーみたいな感じでやっていくと、葉っぱの色がね、めっちゃ良くなるし、生育も良くなるし、花の付きも良くなってきます。で、花をたくさん咲かせたいからってことで、皆さん大好きなこのサキマックス使う方なんかもいらっしゃるかもしれないんですけども、これね、これはリン酸分がたくさん入ってる、要は花を咲かせるためだけに作られた肥料なんですけども、まあ、これはちょっと偏った肥料なので、ちょっと徒競走には向かない、うん、どっちかっていうと草花用に使っていただくものなので、徒競走にはあまり使わなくて OK です。で、最後になりますが、あ、最後じゃない、誘引と剪定ね、誘引と剪定なんですけど、こうやってまあ出てきたものなんですけど、まあぐるぐる巻いていくんですが、これね、すごいんですよ、徒競走って。ちょっとこれ見てもらっていいですか、このくるくる。これでね、いろんなところにね、絡んでいくんですよ。すごくないですか？この葉っぱと葉の付け根のところからこういうのが出てくるんです、いっぱい。これほら。これもそう、これもそう、ヒゲみたいなやつがたくさん出てきて、これがくる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 ってね、なってね、いろんなところに捕まっていくんですね。なので、壁に横にね、紐張ってあげると、こう横に、縦じゃなくて、横に張ってあげると、そこに捕まりながらこう伸びていくので、伸ばしたい方向にこれをこう誘引してあげる。で、これね、これブチッと切っちゃっても全然大丈夫なんで。で、ちょっと、これもうなんかすごい、いっぱいブチブチ切るような感じにはなってしまうんですけども、一回こう一晩こう離しとくじゃないですか。で、こういう風にやって置いとくと勝手にね、こっち側に絡んでいってくれます。これを誘引って言います。うん、ぐるぐる巻くことを誘引って言います。で、あと剪定ね、伸びすぎのパターンってあるじゃないですか。これちょっと伸びすぎたなと思ったらバンって切っちゃって大丈夫なん で、どっから切っていいかっていうと、形を整える程度であればどこから切っていただいても結構です。ただ僕の場合はちょっと伸ばして楽しみたいなとかって思うので、一回り大きいアンドン、これ全部ばらして一回り大きいアンドンに植え付けるっていうのはありかなっていうふうに思います。その時にまあ邪魔になっているところとか外しにくいところっていうのはバキバキ僕は切っていっちゃって、また仕立て直しちゃったりとかってするんですけど、皆さんもそういうふうにやっていただいてもいいですし、ほどかずにこのままです、
このまま、大きい鉢にドンって植えて、ブワーッとそのままね、壁にネット張ってわーって這わせることも可能なので、だってこれが上行ったりとかすればいいだけの話でしょ。これとかが上に行ったらいいだけの話なので、あんどんごとそのまま大きい鉢に植えて壁に這わしちゃってっていうやり方も全然 OK なんで、そういった形でやっていただくといいと思います。まあ伸びすぎたところは切ってくださいっていう感じですね。で、まあ次から次に花咲かせてくれます。ついてる花、これなんかすごい花の絵がもう衝撃的なので、あんまりたくさん咲かないような気がするじゃないですか。でも結構咲いてくれるので、次から次にね、もう花芽来ますから、もう全然安心してどんどん茂らせていただければ結構楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。で、最後に病害虫なんですけども、アブラムシがね、こういう新芽のところ、まあ、弱い新芽って美味しいですよね。タラの芽とかフキノトウとかね、まあ、全部あれ新芽じゃないですかね。あ、新芽って美味しいんですよ。で、美味しいんで、アブラムシも大好きなので、そこからチューチュー吸いに来るんですね。なので、まあ、アブラムシつかないようにしなきゃいけないっていうのと、あとは夏場ね、株が混みすぎちゃって、風通しなんかが悪くなると、貝殻虫がつきます。貝殻虫ってなんか白い綿みたいな虫なんですけど、まあ、あんまりね、その人体には無害なんですよね。着色料として使われてます、貝殻虫っていうのは。虫で着色料みたいな感じでね、思うかもしれないんですけど、人体に無害なんで、着色料、赤の着色料として使われています。ということで、まあ、タコさんウインナーにね、貝殻虫の着色料を使ってたりとか、あと、パンでもピンク色のパンにする場合にはね、貝殻虫の着色料を使ってたりとかね、いろいろ使ってるんですよ。でも、体には無害なんで、で、まあ、今、これね、ちょっと余談ですけども、食糧難になってきた時に昆虫食べるかもしれないみたいな、そんな話が出てきてるじゃないですか。コオロギが食料になるかもしれないみたいな。コオロギめっちゃ栄養あるから食べようみたいな話になってきてますけど、まあそれぐらいね、いわゆるまあ害虫って言われてるけども、花には良くないけども、まあ、体には無害っていう虫がつくんですよ。でも花は、まあ、そこから樹液とかを吸われてしまって弱ってしまうので、必ず予防していただきたいのが、この激の一吹きですね。液の一吹き、これ何かっていうと木作液です。木作液にニームっていう植物なんですけど、虫除け効果のある植物と、酵素、まあ、初期の虫を退治するもの、それを混ぜて、作ってあります。 100% 天然です。ただ木作液なのでちょっとね、焦げ臭い匂いがするんですね。炭にしてからそこを絞り取った酢、お酢を使ってますので、でこれをね、2倍から3倍に薄めていただいて、週に1回シュッ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 全体的にかけてあげる。そうすることによって虫を避けてくれますので、非常に僕も便利に使っています。で、どうしても虫がついちゃったっていう時は、もう根気よくやるしかないんですけど、こちらですね、芋ころは、パパイヤの酵素で作ってます。まあ、酵素って虫を退治するための、天然成分なので、これも 100% 天然。お庭にペットがいたりとか、お子さんいらっしゃったりとかすると、農薬使いたくないっていう場合もあると思います。で、まあ、市販のね、スプレータイプの安い農薬が効きが悪いっていう話をよく最近聞くんですけども、その農薬が悪いんじゃなくて、それをいつも使ってるから耐性がついてしまって、耐性っていうのは、薬とか飲んでるとだんだん頭痛薬とかも効かなくなってくるじゃないですか。薬に体が慣れちゃうっていう状態、それが虫がそれの状態になるんですよ。そうすると農薬を使っても全然死なないっていう状態になっちゃうので、で耐性がつかないんですね、この天然成分っていうのは。なので、1回で絶滅させるぐらいのパワーはないんですけども、シュ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 毎回やってると、徐々に虫が減っていって死んでってくれて、最後にはバッチリ駆除ができるっていうのがこの芋ころですね。こういったものを使っていただければ、アブラムシとか貝殻虫っていうのも、駆除はすることができます。ということで、ここまでのね、時計層のお話の中で、分かりづらかった点とか、もうちょっと深掘りして聞きたいなんていう時は、ぜひね、僕の方に直接 LINE でメッセージを送ってください。LINE の送り方は、この概要欄のところ。リンクが貼ってありますので、そこポチッと押していただけると、そのまま登録、メッセージが送れるようになります。僕の方も手が空いた時にお答えしますので、気長に待っててください。あとね、この動画見ていただいて面白かった、役に立ったということであれば、ぜひ高評価のグッドマークを押していただけると嬉しいです。僕らもね、このような形で毎日植物の育て方の動画アップしています。
これからね植物楽しみたいとか、それから植物の知識を身につけたいとか、園芸もっと上手になりたいとかいう方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していただいて、知識をアップデートしていただければと思います。こうやってね気候も変わってますので、10年20年前の育て方が未だ、ネット上にはたくさんあるんですけども、それがそのまま使える場合とそうじゃない場合とあります。その辺を加味した上で、2020年最新版ということでね、僕の方でお話ししてますので、ぜひチャンネル登録していただいて、新しい知識を身につけていただければなっていうふうに思います。一緒に学んでいきましょう。ということで、この時計草ね、本当にもう幻想的な素敵なお花を咲かせてくれるので、ぜひ、ホームセンターさんなんかで見つけたり、花屋さんで見つけたら、買って育てて楽しんでみてください。